聖母、マリア、聖母マリア、聖母マリアは、イエス・キリスト、ナザレのイエスの母、ナザレのヨセフの妻、ヨアキムとアンナの娘とされている。聖母はカトリック教会、聖公会で、最も一般的な称号である。乙女、マリア、諸女、マリア、神の母、マリアとも、聖教会の一員である日本ハリストス聖教会では、昇神女、 マリアの表現が多用される。この記事では、キリスト教におけるマリアのみについて取り上げる。日本語以外では、聖母より、むしろ、処女、マリア、道女、マリア、聖女、マリア、我らが貴婦人などと呼ぶことが多い。フランスのノートルダム大聖堂の、ノートルダムもフランス語で、我らが貴婦人という意味である。他にも、神の母や聖処女という表現もある。は 神を生み死者である。なお、漢語としてのは人格の優れた尊崇される人の母を意味し、また、漢文においては人徳を極めた女性に対する継承である。新約聖書のルカによる福音書には、マリア自身にマタイによる福音書には、夫ヨセフのもとに天使ガブリエルが受胎告知に現れたという記述があり。 ルカ1時26分38、また1時18分21、精霊によりヤハウェのコロゴスであるイエスを見ごもったとされている。聖母マリアについての協議、数形には、聖法教会、東方教会それぞれ教派ごとに違いがある。この項目では、聖法教会、カトリック教会、聖公会、プロテスタント、東方教会、聖教会、 東方諸教会の順に説明する。大半のプロテスタントでは、マリアは数形の対象にはなっていない。カトリック教会における聖母、マリアの呼び名としては、他に、無限在の親鳥、この呼び方は、ルルドの奇跡にも登場するや、マリスステラ、ラテン語、マリスステライコール界の星などがある。なお、日本のカトリック教会では、マリアと呼んだり表記されることはない。 カトリック教会でも、聖教会と同様、聖母マリアに神への取りなしを求める祈りが捧げられる、ロザリオ島。その誕生から、死、聖母の秘翔天イコールまで、生涯の各場面が記憶され、聖マリアの誕生、九月八日や聖母の秘翔天、八月十五日などを祝日としている。カトリック教会では、聖教会にもプロテスタントにもない教義として、 マリアの無限在の親鳥、1854年に、教皇ピウス9世の会直により競技決定や、地上の生活を終わった後、霊魂も肉体も共に栄光に挙げられた聖母の、非正典、1950年に、教皇ピウス12世により競技決定が、信じられている。また、世界各地での聖母、マリアの出現もある。聖母の出現を参照。他にも、 無限在の聖母を、教会の保護者とする、浦上天主堂、長崎県長崎市など、多数、キリスト教文化圏、主にヨーロッパの芸術作品のモチーフとして、聖母、あるいは聖母誌、受体告知の場面などは、頻繁に描かれる。これらの美術作品においてマリアは、青い服を着ることが多いが、青色は、聖母、マリアの象徴の色であるためである、改正。 同時に、諸女の象徴である白百合、神の慈愛を示す赤色が共に用いられることが多い。聖公会には、神の母としての特別な位置づけを、聖母マリアに対して認める見解が存在する。聖公会の教会お及び聖公会関連の施設には、聖母の名を冠したものが多数存在する。プロテスタント教会では、マリアを、 全く尊敬しないというわけではないが、カトリック教会や聖教会のように特別視しないことが多い。それは、マリアがパウロやヨハネ等と同じ普通の人間で特別な意味が、なく、人間、イエスの母親という役割であっただけと理解されているからである。一般に、日本聖教会では、聖母マリアという表現は用いられないと言われるが、厳密には、 正しくない。聖同盟や出版物に聖母の子が用いられているケースは、戦前、終戦直後の時期までは、わずかながら散見された。ただし、現在の日本正教会では、日常的には聖母の子が用いられることは皆無であり、出版物での表記は、聖神女の故障が、最も多用されている。祈祷書では、聖神女、神の母、ええただし同女、同女、 童貞女が対応される。聖母をあまり用いない理由としては、等が挙げられている。本説では、生仮民女、マリアを基本的に用いることとする。日本聖教会では、カトリックとは、対照的に、マリアではなく、マリアと表記する。聖教会では、生仮民女をマリアに神への天立ち、取りなしを求める祈りが頻繁に捧げられる。女債、女王。 女王などとも呼ばれる。また、数ある天達者、天達者、聖人の中でも、直接、救いたまいと祈祷文で呼びかけられるのは、生か民女、マリアのみである。生か民女、マリアの天達は、母の勇と形容され、神への祈りに際して、特別な恩寵が与えられていると、聖教会では考えられている。現在は、聖母マリア墳母教会となっている。 エルサレムのケデロンの谷の一角に墓所があると考えられている。各種方針例の祈祷文において、祈りの区切り部分に、ほぼ必ず、生仮民女をマリアに、天たちを祈願する祈りが設定されている。例えば、草加や、万道大化のカノンは、基本的にという構造を連続させているが、指定の三子の最後はほぼ必ず、生仮民女、マリアの天たちを祈願するものとなっており、 片足やも多くは、生信女の天たちを祈願する内容の成果となっている。また、聖教会での各種集会は、聖歌を歌い司祭が祝福することで始まり、聖歌を歌い司祭が祝福することで終わるが、通常、集会の始まりに歌われる聖歌は、精神、精神、精霊のことが古いように祈る天の王であるのに対し、集会の終わりに歌われる聖歌は、常に、福。 幸い、という、生新女への賛詞である、特定の祭り期には別のものが用いられる。さらに、生体礼儀においては、性変化の直後に、常に服か、ザドストイニク、常に服に変えて歌う生新女賛子を歌う。大時の一日がマリアを称える日にあてられる、アカフィストのスボタほか、誕生から死までの生涯、及び後代に、 マリアが現れたことを記憶する祭日が設定され、12大祭りのうち4つにまで数えられている。以下に挙げた祭日の他にも、生神女に関する有名なアイコンを記念する祭日等がある。生仮民女マリアに関する祭りや、生仮民女マリアを記念し、その名を冠した聖堂は数多い。日本聖教会においても、等がある。 ロシア正教会等に多い、ウスペンスキー大聖堂は、生神女終身祭を記憶するものであり、生神女終身大聖堂とも訳される。正教会で用いられる他のイコンと同様、立体的な像は避けられ、平面に描かれたものか浮き彫りのものが用いられる。パニヒダの際に用いられる第二、ハリストス、キリストのギリシャ語読みの形像、それを見守る姿をとる。 聖使徒福音記者ヨア案、聖使徒ヨハネ像、生仮民女、マリア像の、計三つの像が据え付けられることが多いことにも、見られるように立体的な彫像、素像は用いられない家ではないが、全体から見れば、極めて稀である。立体的な像を原則避ける習慣には、偶像崇拝を避ける意図があるとされる、詳細は、イコンの項を参照。著名なイコンには以下に挙げるものがある。 正教会が優勢な地域においても、カトリック教会が優勢な地域と同様、祈りとしての遺恨の他に、生仮民女、マリアを世俗的美術の題材、対象として用いる芸術家は多く存在している、ロシアの画家あり、遺恨画家の息子であったビクトル・バスネツフなど。ただし、これらの芸術作品は、世俗作品として扱われ、聖堂内で数形の対象とされることはない。なお、 正教会成果の CD を扱う販売元が世俗の企業である場合、こうした世俗的作品としての生信助関連の絵画がジャケットに用いられるケースがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。